はいどうもこんにちは、ゆきおです。今回はこちらのビックリマンを開けていきます。ワンピースマンチョコ 20th アニバーサリー。ワンピースのアニメも20周年というもう超ロング作品となってますね。はい、ではパッケージを一周見ていきましょう。全体はこんな感じになっております。はい、パッケージには書いてないんですけど、今回全24種類となっております。そして例によって1箱30個入りなので、まあ揃わないでしょうね。ビックリマンはね、30個入りで24種類は揃わしてくれない傾向にありますからね。というわけで今回もドンと2箱で24種類揃うかどうかをチャレンジしたいと思います。そしてね、一応予備として3箱目も用意しております。2箱で揃わなかった時のサドンデスってことですね。では開けていきましょう。お、今回は全て白いパッケージとなってますね。珍しいですね。これがホワイトチョコやったら嬉しいんだけどな。もう普通のチョコは食べ飽きてますからね。パッケージの2種類はこんな感じになっております。裏面です。過去のワンピースマンチョコの開封動画でも言ってるんですけど、僕はワンピースは読んでないんですよね。なので今回もキャラの名前はね、有名なキャラぐらいしか分からないです。あとはね、そのキャラがどんなキャラとかあんまり詳しくないんでね、気の利いたコメントなどはできないと思います。その辺ね、ご了承ください。あくまでね、ワンピースファンじゃなくてビックリマンファンの視点から見ての開封となります。そして今回もいつも通りこちらから順番に後ろへ向けて開けていって、1列が終わると次の列という分け方をしていきます。さあ、ではまずは1個目です。最初の記念すべき1個目は誰だ。ブルック。ブルックは過去の段にも必ずいましたね。ナンバーは9は誰だ。ほい、ドンキホーテ・ドフラミンゴ対ルフィ。これも前の段にいましたね。確か長渕剛みたいなキャラでしたね。そしてこれはギア4って言うんかな、あまり詳しくないんですけど、ナンバーは14です。さあ次です。3つ目、ほい、サンジはね知ってます。料理が料理コックですね、コックさんですね。5、ナンバー5番。4個目、ほい、ロロノアゾロ、これも三刀流のやつですね、仲間ですね。2番。この辺はさすがにね知ってます、名前だけですけどね。はい、次です。ほい、モンキー・ディ・ルフィ、主人公ですね。これ1番でしょう。はい、1番です。主役出ました。はい、次いきます。ほい、カタクリ対ルフィ。カタクリは初めて見るキャラですね。15、次いきます。ほい、フランキー、これなんかロボットみたいなやつですね。超合金出てましたよね。ナンバー8、次です。ほい、金塊の主対ルフィ。へえ、そういう怪獣みたいなのもいるんですね。あ、いつもの格好ですね。ナンバー10、この馴染みの格好は、僕も見覚えがあるんですけど、今回のシールはなんかこういう感じで衣装が変わってますよね。全員ですよね、多分。なんか最近はこういう衣装になってんのかな。ワンピース詳しい人はね、コメントでどんどんこれはこうだっていうのを教えてください。よろしくお願いします。さあ次です。おい、ルフィゼウス、あ、これコラボですね。ゼウス、スーパーゼウスとルフィが合体。これ24番かな。あ、21なんや。へー、今回じゃあコラボシールが多いってことですね。はよ、女の子キャラ出てくれ。ほい、さあクロコダイル対ルフィ。今回対何々ルフィっていうのが多いですね。番号は13。さあ次です。ほい、金獅子の四季対ルフィ。うん、これもあんまり知らないキャラですね。なんかギャグっぽく見えるんですけど、どうなんでしょう、強敵なんでしょうか。19番です。
ほい、ニコロビン。お、ニコロビンさん来ましたね。このキャラやたらと人気ありますよね。フィギュアがいっぱい出てるっていう印象があります。女性キャラでもう一人やったらフィギュア出てる人いましたね。ロビンと二人でめっちゃ数が出てるというね。あ、ナミさん出ましたね。ナミさんはビジュアル的に髪の短い時のが好きでしたね。ナンバー3番。さあ次です。おい、ゾロ。あ、ダブリ出ましたね。さあこっからダブリ地獄になるのか、それともなんだ。あら、またダブリだ。折り返しですね。16個目。ほい、ニコロビン。あれ、またダブリ。鬼のダブリゾーンが続いております。次です。ほい、あー、またダブリです。まあ、昔から一箱で揃わしてくれんよなとは言ってたんですけど、最近ダブル率がひどくないか。ほい、ゾロ、クライスト。お、これはヘラクライストとゾロのコンパチ。22番。さあ次行きましょう。次は誰だ。トニートニチョッパー。チョッパーもよく出てますよね。6番。まあ一箱コンプを狙うならあと2つまでダブリは許されます。まあ一箱じゃ無理でしょうけどね。ビッグマム対ルフィ。ビッグマムも前段にいましたね。この辺になってくるともうこのパワーアップ着方っていうかギア4っていうのずっとそれで戦ってますね。さあ次です。次はなんだ。アーロン対ルフィ。アーロン、うん、これも前の段にいたような気がしますね。この時はなんか割と普通の格好ですね。12。さあ次行きましょう。次はほい、黄金手ギルドテゾロ対ルフィ。これは初めて見るキャラですね。17。さあ次です。誰じゃ。あー、ゾロ3枚目だ。一箱でね揃うとは初めから思ってませんけど、これで、一応ねダブリはこれ以上出せなくなりました。次ダブリが出れば一箱コンプは不可能ですね。ほい、あー、ナミ。これさっきの順番じゃないか。うん、やっぱり揃わしてくれないよね。これの時点で一箱コンプは不可能となりました。あとはねダブリがなるべく出ないように祈るのみ。おい、ああ、ダブリです。あとはダブリ地獄となるか、一つでもいいのが出るか。ほい、ダブリですね。ちょっとね、ほんと今回もそうだけど、最近ほんとダブリまくるよね。ひどいよね。ああ、これもダブリですね。ちょっと前まではね、一箱でね、24種類だったら、22種類ぐらいまでは揃わせてくれてたんですけどね。最近はそうもいかないですね。ほい。道家のバギー対ルフィ。バギーは見覚えありますね。ちょっとピエロみたいなやつ。今回もいましたね。11番。さあ残りはもうダブリなしでいってほしいとこですね。誰じゃ。ルフィゼウス、またダブリだ。ちょっとねほんとダブリ多いよ。誰。 Z 対ルフィ。これはダブリじゃないですね。このキャラもあんまり知らない。ルフィの手が黒くなってますね。18番。はい、一箱開封して20種類ですね。ダブリ10枚となっております。10枚は多いよね。やっぱり以前に比べてもやっぱりダブル枚数が増えてきてますね。ロッテもかわそうかわそうと思って必死ですね。さあではまあ予定調和なんですけど2箱目開けていきましょう。ここでもう揃ってほしい。ここで揃わなかったらドツボですからね。では2箱目開けていきます。まずは1個目ですね。ほい、あー、腐る黒。一箱で残り2種とかやったらかなり確率高いんですけど、残り4種ってなるとねなかなか厳しいんですよね。次はほい、金獅子の式対ルフィ。わー、このパターンは先あったような気が。パターンから推測するとニコロビン、ナミと続いていきそうな感じですがどうでしょう。あー、やっぱりね。ということはこれはナミか。
ほい、嫌なパターンだ。ゾロ4枚目はちょっと避けたいところだけど、あっちゃー、またロビンか。ほい、お、来たぜビッグサタンマム。ここで入れ替わりが発生しましたね。24番です。最後ですね、24番、サタンマリアとビッグマムの融合体。さっきはニコロビンだったところの入れ替わりでマムが出てきましたね。サタンマムがこの後金獅子の市議対ルフィに戻るのかどうかですね。おい、お、いい感じの流れですね。ダグラス・バレット対ルフィ、これもさっきの箱では出なかったやつですね。ナンバー20。もうこの感じでささっとコンプしてほしい。あと4番と23番が出ればコンプなんですけど、どうでしょう。ブロックダメです。おい、あー、もうこれもダメです。まあどちらにしろ流れが変わってくれてるのはありがたい。こっから先は未知ですからね。なるべくダブリなしで。あー、ダメ。まあダブリは続いてますけど、さっきとは並びが全然違うので期待は持てますね。ほい、ウソップ、おっしゃー、これ4番でしょう。ウソップは4番だ。よしよしよし。さあとなると、もうあと残すは23番、コラボのキャラ何かですね。何でしょう、何が残ってる。あとコラボで誰だ、誰じゃ誰じゃ。うん、ダブリです。ほい、ゾロクライスター持ってます。さあ次です。さあ次です。23番出てくれ。おい、サンジも持ってます。ルフィゼウスゾロクライストと来てるから、23番はサンジか、それとも敵キャラのコラボか。ほい、波もあります。サンジとビックリマンキャラの融合か、24がビッグサタンマムなので、もしかしたら何かしら敵キャラとコラボかもしれないですね。全然読めません。ほい、これもありますね。予定調和というか、いつも通りというか、残り1枚が出ない、残り1枚がなかなか出ないよね本当に。ほい、うん、ありますね。次は、ん、あー、ダブリ頼む、そろそろ。あー、おい、フランキー頼む、頼ます。おい、ウソップ出てください、お願いします。あー、やべえ、また今回もやべえ、頼む。おい、あ、うわ、残り1枚で3箱目開けたくねえよ。出てくれ頼む。おい、ダメだ、出てくれ。うわ、ダメだ、ソロワンか、あと1個でソロワンか。最近ほんまソロはさせてくれんよね。ダメだ、過去のビックリマンの動画見てもね、今回というか最近もう連敗続きですよ本当に。出てこない、出てこないぞ。ん、あ、ダメ。はい、2箱目開けても揃いませんでした。残念ながらチャレンジ失敗です。まあね、ビックリマン開封動画の過去の動画見返してもらっても分かると思うんですけど、昔はね結構ミッション成功してたんですよ。最近ほんま成功しない、意図的に揃わないような作りになってますよね。23番もしかして数少ないレアなんじゃないの。というわけで3箱目もう開けるしかないですよね。前回開封した僕らのビックリマンスーパーゼウス編も明らかに24番が出なかったですよね。偏りが激しかった。絶対に2箱で揃わせないっていう意気込みがちょっと伝わってきますね。23番を求めて開けるのみです。いやー、3箱目になるとやっぱりテンション下がりますね。この並びもまたさっきと同じような感じですね。さっきはロビンのところで、サタンマムかな、出たんで、あ、サタンマムですね。ということはこれ2箱目とほとんど同じ配列なんじゃないの。それは勘弁してほしいんだけど。うわー、マジか。次ブルック来たらもう最悪のパターン。はい、終わったね、この箱終わったね。これ2箱目と
全く同じもんが入ってるわ多分。これ前回のスーパーゼウス編と全く一緒のパターンやん。これね、もうちょっと次から買い方を考えなければダメですね。うん、近くの箱を取ったらダメだ。ほとんど同じものが入ってるって確率が高いんじゃないかな。なんか2回連続、もしかしたら忘れてるだけで過去にもそういうことあったかもな。もう次から近い箱は取らない。なるべく離れたところの箱取ろう。これはちょっとね、罠にもいい、箱買いする人罠にはめてるんじゃないかな。びっくりマンはね、一つの段ボール箱にこの箱が8個入ってるんですけどね、もしかしたらその8個で揃わんようにできてるんじゃないの。なんかね、そんな気がする。ルフィ、うわ最悪、絶望的ですね。この時点でもうすでに絶望的。次ウソップ、くそ。次ビッグマム対ルフィで、その次がちょっと入れ替わって23番出てほしいな。ゾロクライストが出たところなんですけどね。ゾロクライスト出すぎやろ。うわほんまに出すぎ。ゾロクライスト何枚出てんの。もう4枚か5枚ぐらい出てるよね。で3時、ああもう分かってるのに泣けるのいいや。本当にどっかで入れ替わって23番が入っていってくれ。波はもういらないぞ。お、バギーが2連発ではないな。間にギルドテゾーロが挟まってますけど、バギーがこんな近くで出るとは、ちょっとさっきとは違う流れですね。どうだ、おいブルック、おい、おいゾロ、おいおい、これ一箱目のパターンだな。このパターンでいくと次フランキーが出て、金塊の主ルフィゼウスって続くパターンかな。はい、その通りですね。くそー、3箱開けても揃わんか。ここでルフィゼウスの代わりに23番が入っていてくれ。おい、ダメだダメだ、もう3つしかないし揃わん。今回も揃わん。もうびっくりも集めるの本当やめようかな、マジで。とか言いながらね、また買っちゃうんだよね。今回もダメでしたね。このままもうソロワンパターンですわ。いやマジで次から近いとこから選ぶの本当にやめよう。はい、というわけで今回も3箱開けても全く揃いませんでした。23番が全然出ませんでしたね。いや本当もううんざりですよ。うんざりしてるところなんですけど、注文してるね北斗の、マン、そちらもありますので、そちらを開けていきます。じゃあね、これ今回はもうこれで終わりたいと思います。残念でした。ワンピースはもう読まないぞ絶対に。